ジェレミー・フィッシャー・ドンのお話は、ビアトリーク・スポッター作のピーター・ラビットの絵本である。池のそばに住むカエルのジェレミー・フィッシャー・ドンは、ある雨が降る日に、夕食のメインディッシュとして、小魚を釣りに行くことを思い立つ。そして5匹以上釣れたら友人のカメハメハカメ議長と、アイザック・ニュートン卿を呼ぶことにする。そして雨がっぱとゴム靴を身につけ、釣竿とビクを持って、 水蓮のハそっくりのボートを池にこぎ出す。しかし、一時間経っても魚は釣れず退屈してきたフィッシャードンは草の生えているところで雨宿りをしながら弁当のサンドイッチを食べる。その後別の場所で差を下ろすとすぐに反応があった。フィッシャードンが喜んで差を上げると釣れたのは小魚ではなくトゲウオのジャックシャープだった。そしてフィッシャードンは 散々傷つけられた挙句、ジャック・シャープも水の中に戻ってしまい、しかもその様子を見ていた小魚たちに笑われてしまう。そんなところに大きなマスがやってきて、フィッシャー丼を水の中に引きずり込む。幸いフィッシャー丼の着ていた甘がっぱの味が大層まずかったので、フィッシャー丼は食べられずに済んだが、甘がっぱはボロボロになりくつと釣り竿と、ビクはなくなってしまい、ボートも見失ってしまう。 フィッシャードンはもう釣りには行かないことを決意し、家に帰る。そして、やってきた、友人二人と、天頭虫しのソースをかけたバッタの丸焼きを食べた。ありがとうございます。